知る人ぞ知る初代リアルドールと称され、70年代ブレイクした直後に結婚、出産、速攻で芸能界を引退してしまった女優の五十嵐純子さん。当時はあの独特の大きな瞳でどれだけの男たちを虜にしたことでしょう。最近はすっかりお見かけしませんが、どうされているのかいろいろ調べていくと意外な事実が判明したのでご紹介します。五十嵐純子さん、1952年生まれの67歳、埼玉県浦和市のとある街角の小さな電気店の長女として生まれ、中学高校在学中にはモデルクラブのジャパンファッションモデルセンターに在籍、芸名五十嵐純でモデル芸能活動を始めますが、それが原因で高校を中退した五十嵐純子さん。しかしその美貌は半端なく、当時同級生だった海老名みどりさんが開校以来一番の美人で評判だったと証言するほどだったといいます。1971年にはグラビアや週刊誌などで引っ張りだこに清純派美人アイドルとして一気にブレイク、アイドル歌手としてもデビューしますが、翌年には女優業に専念することに。しかしその人気はとどまることを知らず、 NHK 大河ドラマだけでも72年新平家物語や76年風と雲と虹と81年女対抗期に出演し、その他太陽に吠えろなどにも出演する人気者に。しかし彼女の人生で最も忘れてはいけないのがドラマ俺たちの勲章第14話です。というのもこのドラマは当時共に文学座に所属する若手俳優の松田優作さんと中村雅俊さんがダブル主演して注目を集めた青春刑事ドラマで、五十嵐純子さんはゲスト出演でしたが、この時の共演がきっかけで五十嵐純子さんと中村雅俊さんは結婚されたのです。余談ですが、劇中の中村雅俊さんの役は嵐こと名前が五十嵐隆久という刑事で、たまたまですが名前にも因縁めいたものを感じます。後に中村雅俊さんが初顔合わせの時の話をこんな風に、五十嵐さんが松田優作さんと中村雅俊さんに挨拶に来た時のこと、その場ではぶっきらぼうな返事をした二人、五十嵐さんがいなくなった瞬間、かわいいね、かわいいね、と大盛り上がり、二人とも一瞬で五十嵐さんの虜になったのだとか。しかし、その後、中村さんは五十嵐さんを好きすぎて、どうしても松田さんと三角関係みたいになってしまって、松田さんとはそれが理由で、ドラマのセリフ以外は口も聞かない仲になってしまったと吐露しています。言わずもがなの展開ですが、しかしその後まんまと中村さんは五十嵐さんをゲットし、交際を続けてすぐに同棲、77年に出来婚という決め技で、五十嵐さんが24歳で中村さんが26歳でのスピード婚決着なので、何か起こりそうな予感はあったのですが、想定外のタイミングでそれは起こったのです。巷でも恋がたきと噂されていた松田優作さん、いつもの革ジャンを着て突然披露宴会場に乗り込んできたのだとか。しかも当時司会をしていた徳光アナが言うには、いきなりマイクをつかむと中村さんの方を指して、本当はそこの席は俺が座るんだったんだと言い放ったのだとか。あの風貌でそんなセリフを言われたら、これは会場も騒然、新郎新婦も青ざめたのではないかと思ったのですが、意外にも五十嵐純子さんは当時を振り返って、松田さんが出席していたかどうかも今は思い出せません、でももし私と結婚するはずだったなんて言っていたら、私は絶対に覚えています
記憶にありませんから、言っていないと思うのですが。三角関係も違いますよ。松田さんからデートの誘いは一度もありません。中村は私の車に電話番号のメモを挟んだりしていましたけど、というではありませんか。ということは、徳さん一流のフェイク。と思いましたが、実際に中村さん本人が三角関係と言ってましたから、松田優作さんと中村雅俊さんの関係に変化があったのは間違いないのでしょう。でも、よくよく考えると、松田優作さんほどの人が、そんな野暮なことするでしょうか。一途にアプローチする中村雅俊さんの、邪魔をしたくなかったから、ちょっかい出さなかっただけで、披露宴に革ジャンって現れたのも、松田さんにしかできないパフォーマンスでの、心からの祝福だったのではないでしょうか。しかし、これだけの人気俳優二人を、一瞬で手玉に取るなんて、五十嵐純子さんの破壊力は、半端なさすぎだと思っていたら、その魅力には、ある秘密があったのです。その秘密とは、五十嵐さんの芸能界デビューに、まつわる秘密。在学中からモデルで活躍していたのが、表向きのデビューのきっかけですが、本当はそうではなかったのです。五十嵐さんは高校中退後、当時、芸能人の登竜門とも言われていた、銀座の高級クラブ、西園寺のホステスを得て、ミニクラブ、徳大寺で働いていたところ、スカウトされているのです。今でも、モデルだけで食べていけるのは、ほんの一握りという厳しい世界です。食べていくには仕方ないことだったのかもしれません。事実、当時、銀座のクラブには、芸能人の卵が大勢働いていたようです。ちなみに、他に徳大寺で働いていたのは、ハーフで、大猛烈の CM で一世を風靡した小川ローザさん。デビュー曲、涙の太陽で、新人賞にも選ばれた安西マリアさん。今や、大女優の吹雪純さんもいたそうです。五十嵐さんと吹雪さんは常に、ナンバーワンの座を争っていたほどの売れっ子だったとか。ただ、そこは、銀座ですから、気配りや客の扱い方も教育されているはずで、その中でも、ずば抜けて綺麗だったわけですから、中村雅俊さんが一目惚れしたのもうなずけます。中村雅俊さんと付き合うまでは、男性とちゃんとした付き合いはなかった、とおっしゃってましたが、男を見る目はやはりさすがです。さすがといえば、こんなエピソードも。結婚前の話ですが、五十嵐純子さんは、阿寒二発という渡辺淳一さん原作の映画に出演されているのですが、実はこの映画は当初、山口百恵さん主演で企画されたものの、裸体シーンなどが問題で OK が取れず、急遽主演女優を選考した際に、五十嵐さんが原作を読んで、渡辺淳一氏に、映画かテレビドラマになるときは、私をヒロインにしてほしい、と熱烈なファンレターを送ったことが決め手となり、6人の最終選考の中から抜擢されたそうです。かなり際どいシーンが満載の映画でしたが、チャンスを逃さない勝負根性は、銀座仕込みだからかもしれませんね。その後、芸名の純子を漢字に改名しています。1977年の長男誕生以降、芸能界を引退していた、五十嵐純子さんですが、1988年にドラマ、教師、ビンビン物語で、6年ぶりの女優業を復帰をします。芸能界でも指折りのおしどり夫婦の中村夫妻ですが、そんな幸せな家族にも大きな波乱がありました。一男三女に恵まれた五十嵐純子さんですが、長男の中村俊太さんは父親との共演で俳優デビューして話題となった後、ドラマ「白い巨塔」「新選組」や映画「東京フレンズ」などに出演し、順調に活躍していましたが、2009年、乾燥大麻所持で現行犯逮捕されます。その時、五十嵐純子さんは、
今回のことは全く言い訳できない。育て方が悪いと言われたら謝るしかないです。と反省する反面、殴ってやりたい。軽率に薬物を所有していることが情けない。責任感がない。と、真の強いけじめのコメントをしていました。中村雅俊さんが謝罪会見を開き、涙で言葉に詰まりながらも、俳優を辞めてもらおうと思っています。そのくらいしないとダメ。と、父の所属事務所から解雇され、事実上の芸能界引退となり、現在では、ゴルフのインストラクターとして働きながら、父の運転手など務めているといいます。しかし、明るいニュースもあって、三女のリサさんがモデルタレントで芸能界デビュー。2013年からは、ファッション誌のレギュラーモデルとなり、ツイッターのフォロワーも25万人を超える人気者に。現在は、映画やドラマにも出演しています。とにかく、父の中村雅俊さんは、あまりにも娘が、母親の五十嵐純子さんに似ているため、一度も怒ったことがないのだとか。ダメでしょ、雅俊さん。他のお二人は、完全に一般人として生活されているようです。さて、五十嵐純子さん自身の近況はというと、渋谷区の千駄ヶ谷に、バスストーンというフラワーショップを開いています。その1階では、なんと、五十嵐純子さんが講師を務める、完全予約制のフラワーアレンジメント教室も行われていて、2階はティールームになっているそうです。長男さんのことを除けば、とてもお幸せな人生を送られているようですね。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？私は、五十嵐純子さんの若い頃、リアルタイムで見てましたが、当時、ずば抜けて可愛かったことを記憶しています。でも気がつけば、引退していてとっても残念でしたが、お元気にされていて安心しました。さて、娘さんのリサさんがとってもよく似てらっしゃるので、これからの活躍にとっても期待が持てますね。親子ともどもお元気に活躍されてください。それではまた次回お会いしましょう。